夏の終わり、肝試しのために訪れた森の中で、俺たちは一人の少女に出会った。百物語をしようと彼女を誘い、古びた神社へと向かう。でも、俺たちはその場所に足を踏み入れるべきじゃなかったんだ。そこにいたのは人ではないもの。いや、俺たちはどうあがいたってそこに導かれていたのかもしれない。この血を欲する影からは逃れることなんてできない。彼女の体に刻まれたあざは再び俺たちをこの土地へと導いた。逃げてばかりだった。亮太のことからも、あんたのことからも、失うことが怖くて、自分一人が執着しているんだと思った。もし許されるのなら、俺はあんたのこと、俺自身の手で守りたいんだ。